はい、マノチーズよろしくお願いします。ドリームリーグやっていきましょう。シーズン2の、スカウト来ましたね。で、登場選手いっぱいいるんですよ。何名でしたっけ？48名も来たんですよね。どこどこで見てった方が見やすいかな。で、さっきパパッと見たんですけども、まあ俺欲しいのはね、まあ日ハムの選手はもちろんなんですけども、ヤクルト山田選手、山田哲人選手、あと楽天岸選手、あと山岡選手、オリックス山岡選手とかも欲しいかな。結構欲しい選手はね、いっぱいいたんだよね。で、まあちょっと3回やっていこうかなと思います。30連で700エナジーだったかな。岸選手とかすげえ欲しいんだけど。山岡選手もね、能力高いですよね。すごい、まあちょっとね、マイナス能力いくつか持ってはいるんですけども、欲しい選手はいっぱいいるんですよね。辰巳くんとか走力87か。うん、あ、菊池選手もいいよね。いや、てかね、山田選手欲しいかな。山田選手欲しいかな。すごく欲しいかな。丸選手もいいね。すげえ、石田くん、すげえ、621もあるの。うわ、すげえすげえ、すごいね、石田くん、すごいね。まあ、一覧は、はい、まあ、こんな感じでございます。よし、早速いきましょうか。2回目以降のあれですね、10連で、S 確定ですね。はい、よし、行こうか。エナジーはね、いっぱいあるんですよね。1200もあるから、もう40連もできるっちゃできるんですけども、40連目で自チーム S なんだよね。もしかしてやるかな。あ、いいね、 S、うん、あ、ここの S はあれかな、シーズン2確定なのかな。ちょっと自チームのシーズン2の S が出なければ、ちょっと回すかもしれない。2人も出たよ。いいね、紙引きですね。はいはい、4人目、次か、次ですね。巨人誰だ。あ、丸選手、いいですね。シーズン2ですね。素晴らしいでございます。顔がでかいでございます。悪口じゃありません。あと1人、あれ、シーズン2いた、いないよね。シーズン1だもんね。はい、はい、はいはいはい。うわー、いいな。っていうかあれか、 S はもうシーズン2確定くらいに思ってたけど、よし、じゃあ、次行きましょうか。まあここは S 確定なんで、どうします、スキップします。長いよね、別に演出見る必要もない。な、何人出るかだけ見ようか。1人ですね。外選手、違う、誰だ、外選手か。はい、外選手は持ってますよ。はい、30連目ですね、次が。いや、 S 角の時にやっぱ2人は引きたいよね。引きたいですよね。いや、自チームで、いや、どうしようかな、引こうかな。また1人か。やったやった、これは嬉しい。いや、ちょっと引きます。ちょっと自チーム全く出なかったんで引いちゃいます。エナジーある時は使おう。うん、これもスキップするわ。外選手いいですよ。っていうか俺、外選手ってもともとシーズン1で持ってて、で、確か限界突破もしてるはずなんですよね。ちょっと見てみていいですか。ごめん、なんだ、選手強化が、ごめんね。外選手、あ、今32か、限界突破してるんですよね。で、シーズン1の方がいいはいいわけじゃん。ちょっと変えてみましょうか。今現在 S の外選手が3人いるので、まあこの人に同一選手で、ちょっと、はい、鍵外して、あ、オーダーに組まれてんだ、ちょっと後で外すわ。
まずここで限界突破1回ね。ソト選手の限界突破済ませてレベル35まで、上げました。うん、わーすげえ、パワー99、すげえすごいね、すごいね。はーい、という感じでございます。いやー、山岡選手、丸選手あたりはすげえ嬉しいかな、嬉しいかなですね。まあ、だいぶエナジーが減っちゃったな。まあ、またのんびりと貯めましょう。というかさ、このリーグランクってもう俺来週になったらもう50に行くんだけど、50以上は出てこないんですかね。来週になったら50いっちゃうんですよね。出てきてほしいですよね。はい、じゃあまあ終わりましょうか。今俺ね477試合してる。結構頑張って遊んでるから。はい、じゃあ終わりましょう。終わり、バイバイ。